あとは勉強だろくマリノスのサッカーについて、この間、選手力で成り立ってると言ってましたが、そこまでは言ってないですけどね、多分。どちらかというとえ、チームの原則などしっかりしていて、組織的に強いチームだと印象を受けました。もう少し詳しく解説していただきたいです。J リーグの他のチームが、そういうのがなすぎて、もしかしたらマリノスがそう見えてるかもしれないですね。ただ、あの、本当にうまくいってるチーム、そのポゼッションとか、そういうチームって、例えば、ま、シティとかアーセナルのいい試合ね。時は、 センターバックとか中央の選手からサイドへのパスルートが繋がってて、なおかつその選手が前を向ける。で、くさびのコースもちゃんとパスコースに顔を出せる。ボールホルダーに近い相手の斜め後ろに立つ。っていうのがあって、パスコースがたくさんあって、なおかつう回経路を使って揺さぶれるから、相手の陣形が狂ってって、安定しながら相手をあいあのゴール前に押し込めてシュートまで行ける。ただ、 マリノスの場合、今言った、ここに立っていたら楽にボールを受けれるのに、ここに立っていたら前に向きやすいのにっていうポジションはおろそかなんます。その時によって、選手の感覚によって、いるべきところにいないっていうのがすごく散見される。でもそれでも、めちゃくちゃ高いポジションを取ってたりとか、相手の近くでもボールを受けた時にそこからワンツーで行けたりとか、ドリブルでターンしたり、ドリブルというか、相手突っ込んでくるのを合わせてかわしたりとか。 そういう体の向きを前もって準備してなかったり、ポジションを前もって準備してなくても、それを成立させる技術力がある。だから僕は、あの、技術があることによってできてるサッカーっていう。それは、アヤックスとかとも似てる。サイドのポジショニングが高すぎる、中盤の選手が足りなすぎる。それでもセンターバックが運べるから、長いパス通せるからできる。だから他のそういうチームと見比べた場合、しっかり配置が整っているチームと見比べた場合、そういう修正点がたくさん出てきて僕はそういう風に言います。 でもそこを、まあ、見なかったりとか、そういうところを度外して、マリノスっていうチームが、えー、クオリティ高いとか、マリノスっていうチームがうまくいってるっていううに思ってたら、なんかそういうところにはもしかしたら気づかないかもしれない。<music>